1日1メッシ。こんなにうっかりしてる神様って他にいるのだろうか。ってくらい、いっつも神してる模様。シュート、パス、ドリブル、どれをとっても神ってて、サッカー IQ に至ってはおそらく5万くらいあるんじゃないかってくらい意味不明ですが、今回の1日1メッシは理不尽すぎるドリブルを見ていきたいと思います。それでは神をただ崇めてください。蹴られる。デスラ、なんで今ボール見たん？デスラ、さらにデスラ。これかいくぐれるの神しかおらん。これ問題のシーン、なぜかボールが浮く。こんだけスローで見てもわからん。魔法も使える模様。3人に囲まれる神。神は転びながらも、股抜きできる模様。これもなんかやったシーン。気づいたかな？1人目。2人目。3人目。シンクロさせる能力発揮。リプレイ。神が何かしてるようにも見えないけどな。これ誰か解明して。これ何？ダブルタッチの一種やな。足首ぐにゃってるけどな。本当に理不尽すぎる。相手7人に挑む神。トリプルタッチっていうダブルタッチの上位版知ってる？つまりチートってことだね。足の回転速すぎてスローじゃないとわからんよな。左足、左足、左足。何や全部左やん。神使いました。どこに目あるん？つむじあたりにも目あるんやろな。じゃなきゃ説明つかんやろ。気配でかわしたんか？いやいや神かよ。神だろ。これでつむじに目ある疑惑確定、急停止。いや見えんやろ普通。360度見えるんかな。馬かよ。馬より視野広いやろ。誰かわかん人いたら教えてー。1日1メッシ投稿頑張りますので、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。